今回は筒状の照明器具をトイレにつけていきます。この照明のコードの先端には引っ掛けシーリングがついています。これでカチッとするとそれで点灯します。ではつけてみます。ここの天井にはこのようなカチッとの引っ掛けシーリングボディがついてますので、ここにつけます。カチッとするだけで点灯しました。これはここにキーがついてますので、これで消えたりまたついたり、これを回すことによってついたり消えたりもします。このトイレは外側に、オンオフのスイッチがあるので、それで知っています。これが消えた状態です。普段はここに、ブラケットがあるので、これで使ってるんです。これでも十分です。今日はたまたま試験的にやっております。この1灯だけでこの狭い空間でしたら十分明るいです。つけてます。つけました。こんな感じです。横に、ブラケットつけておりますけども、ちょっとこれを明るすぎるので消してみます。こんな感じになります。このぐらいの狭い、トイレでしたらこれ1個だけで本当に十分です。明るくない方がトイレは落ち着くのですごくいいと思います。外のスイッチで消してみます。消えました。つけてみます。はい、こんな感じです。はい、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。